就活会議。本日はフジテレビの制作会社にもともとお勤めされていた鬼さんにお越しいただいています。ポケテツの鬼です。早稲田大学社会科学部というところを卒業して新卒でフジテレビの番組制作の会社に入って今は YouTube 活動を休止中です。 YouTuber が忙しくて大変ってなんとなく浸透してるじゃないですか。あれの5倍ぐらい量あるんですよ。仕事ゆるい日やったら全然12時過ぎとかに出社してて、それでもやってれば来られない。お給料の話を聞いていきたいんですけど、鬼さんは2年ちょっとお勤めされてたってことだと思うんですけど、テレビ制作会社のお給料とその2年ぐらいのお給料の推移を聞かせください。残業代が多かったから普通のサラリーマンよりちょっと多かったぐらいかもしれないです。僕の場合は制作会社でも結構ピンキリなんですよ。中堅大手とか、あと派遣の制作会社があるんですけど、めちゃくちゃ働いて20万いかないことがザラにあるのが派遣の制作会社で、手取り24前後とかがいわゆる中堅とか大手みたいなのが多くて、これ業界特有なんでしょうけど、大手とか中堅限らず残業代がプラス 4,5 万とかついてくるから30前後とかそこら辺になることが多いのかな。プラスボーナスがあるから普通のサラリーマン。でも最近ホワイトになってきちゃって、ディレクターとかの方が業務少ないんです、 AD より。だから奇妙な現象なのが、 AD の方が残業してるからディレクター1年目より AD の方がもらってる時あるっていう。 AD の方が雑務業務多すぎて、ディレクターがたまに30切るみたいな時があるから、お前の方がもらってるよみたいな、そんな上司のディレクターがいました。ちなみにボーナスはどんぐらいの頻度でもらえてたんですか？年に2回冬と夏ぐらいに月もらってる 1.78 倍ぐらいもらってました。制作会社の給与形態はそんな感じで、局員になると2、3年目で1000万いく人もいるんで、テレビ業界って基本残業で儲けるビジネス形態だから、3年目でポルシェ乗ってる AD とかいたんですが、今は残業減ってきたからどうなるか分かんないですけど。制作会社で1000万超える方とかっていらっしゃるんですか？そんなやつはいないですね。役員とかになったらあると思うんですけど、インセンティブもまちまちだから、テレビ業界で本当にお金欲しいなと思ったら AD ディレクターで力積んだら、フリーのディレクターになると給料とかを直で自分で交渉できるから1000とか2000とかっていく人も結構います。仕事できなかったら全然もらえないけど、ちゃんと仕事もらえなかったら一気に倍上がるとか倍上がるみたいなのは多いんで、優秀になったらフリーになる人が多いです。お勤めされてた会社の福利厚生で何かいい面ありましたか？これ福利厚生か分かんないですけど、テレビ局ってどこでも絶対に宿泊部屋みたいなのがあって、カプセルホテルみたいな仕様の部屋が8個ぐらいあって、だいたいそことシャワールーム1セットなんですよ、浴場みたいなのが。フジテレビの場合はそれがワンスタにもお台場の本社にもあって、時間過ぎたらとかどうしても帰らない時があったらそこに泊まって出勤1分で会社に行けるっていう。なるほど。局でよく寝泊まりしてました。そのカプセルホテルよく泊まられてたってことですけど、週何ぐらいで帰れない日があるんですか？繁忙期によってまちまちなんですけど、帰れない日は1週間ぐらい帰らないこともあります。連続で帰れない、帰らない方がいいみたいな。終電ギリギリに帰って朝早く来るのめんどくさくねえかみたいな、準備もあるしみたいな。一番忙しい時期は編集部屋で寝るみたいなこともあったから、そこは時期によってまちまちです。でも今はだいぶホワイトになったと思います。今は別のお仕事されてると思うんですけど、なんで制作会社をお辞めになったんですか？途中でも一回話したんですけど、クリエイティブなことをしたいなっていう気持ちで入ってくるわけじゃないですか。でも意外とクリエイティブなことできる時代じゃないんだなって思って、僕がもし局員とかで入れたんだったらもっともっと自分の自由な世界表現できたかもしれないんだけれども、やっぱり今って見てれば分かると思うんですけど、テレビ番組ってクイズだったり旅だったり情報番組だったり、好きなことをやるっていうよりはなるべく燃えないようなところからパッケージングしていくっていうところ。とはいえ僕も AD の時ってめっちゃ企画出してたんですよ。 AD のくせに生意気に企画会議とか毎回参加してて、毎回出したんですよ。一応公募あるんですよ。応募するんですけど、そもそもポジションが必要で、ディレクター以上じゃないと説得力がないから通らないとか、仮に通ったとしてもその番組内では演出じゃなくて AD から始まるとかっていう、そもそも自分のことやるまでに実力云々関係なく年次数がいるとか肩書きとかコンプラ問題あったりとか、クリアしなくちゃいけない課題が結構あって、やった時にここでいいんだろうかみたいな思っていろいろ書き出したんですよ。何をこの先すればいいんだろうみたいな、この先どんな仕事だったら幸せかなみたいな、いろいろ書いた中で本当最高率ぐらいに書いたのが YouTuber っていう仕事で、大人がちゃんとやってない時期だったから痛くないかみたいな、社会人になった人がやるのありなんかなみたいなのだったんですけど、ずっと後悔しながら愚痴言いながら仕事するの嫌じゃないですか。ここから10年20年とで40とか50になった時に楽しくなかったな人生って言いたくないから、あの時やっときゃよかったっていうのだけは絶対だったから、後悔ないように挑戦してみようと思って YouTuber になりました。今活動休止してしまった。
ったのでもう一回ストップしちゃったんですけど、また次の楽しいことに向けて今も頑張ってます。制作会社で働くにあたって向いてる方の性格とか性質とかあれば教えてください。ガッツある人やめない人それに限る、それに尽きるんじゃないですか。やっぱりクリエイティブ云々の前にタフな業界なんで、絶対的に YouTuber の仕事を見てれば分かるかなと思うんですけど、あれよりもはるかに厳しい、全然寝れないとかそういう世界じゃなくて、そもそも辞めない根性とか体力とか好きな気持ちが本当に強くないと、辞める人が8割9割なので、 AD100 人いたら10人も残んないのが常みたいな働き方なんで、基本的にはちゃんとついていく。だからやっぱ大会系の人とかある程度気持ち強い人がテレビ業界には向いてると思う。ただある程度楽しくなってくると、こんな楽しい業界もなかなかないと思うんで、あとは楽しい人と仕事したい人、お堅い仕事じゃないから他の業界に比べて、働いてる人がおもろい人が多いかな。同僚がおもろいとか先輩がおもろいとか、芸能人とも仕事するからいいこともめっちゃあります。テレビ業界で身につけた能力が転用しやすい時代にあったんで、プロフェッショナルだから、それを最前線で味わうにはテレビ業界っていうのは最適だと思います。きついけどおすすめです。最後にこの動画を見ているフジテレビの制作会社を受ける就活生の方にメッセージをお願いします。エンターテインメントっていうのは光輝く1割他に泥臭いところが9割あります。選考自体もすごく大変なところも多いんですけど、満足度もすごく高いです。やっててよかったなって思うし、その後に生きることもめちゃくちゃ多いし、働く人もすごく楽しい人が多いです。ただやっぱり人気業界なんで、しっかりと準備して受けることが大事だと思います。応援します。就活頑張ってください。ありがとうございます。今日はフジテレビ制作会社にお勤めされていた鬼さんに来ていただきました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。